皆さんこんにちは。タッチウェイトの中村です。これまで研修会や本を通じてタッチウェイトマネジメントのやり方をお伝えしてまいりました。最近新しいツールとして YouTube を利用するということを思いつきました。具体的な作業ややり方は動画の方が分かりやすいですし、 YouTube は無料で何度でも繰り返し視聴することができます。このメリットを生かさない手はありません。さて、タッチウェイトマネジメントとは何をするものでしょう。これはタッチが重くて引きにくい、あるいは軽くて引きにくいといったような状況を是正する技術です。この領域は従来のピアノ技術では対処できません。これは自作のピアノのアクションです。ピアノのアクションは3つの主要な部品、すなわち鍵盤、それからウィペン、それからハンマー、この3つの部品で出来上がっています。そしてこの3つの部品のテコが組み合わさって、それを指で操作して動かしているわけです。この弾いた時に指が感じる重さ、これをタッチウェイトと呼んでいます。タッチウェイトを理解するにはその内容を知る必要があります。タッチウェイトには2種類の物理現象が重なり合っており、それらを個別に把握して最終的な判断をしなければなりません。一つはアクションのバランスウェイトです。平衡重さとも言います。それはある重さを鍵盤の手前に持っていくとアクション全体が止まってしまう、どの位置でもこう止まっていられる、アクション全体が平行状態にあるということですね。で、その時に乗っているこの重さ、これがバランスウェイトです。もう一つの重さはアクションが加速されるときに発生する慣性モーメントという物理量から感じる重さです。昔からダイナミックタッチウェイトとか慣性重さといった名前で認識されていましたが、つい最近まで具体的に数値化して調整するやり方は発見されていませんでした。ここには先ほど載せた平衡重り、バランスウェイトが載っています。このままですとアクションは全く動きません。先ほど言った通り平行状態にあるからです。ピアノを弾いて音を出すためにはここからプラスアルファの力を入れてアクションを動かさなければいけません。この平行状態を超えて加速している間に指が抵抗感を感じているわけですが、その感じる抵抗感、それが慣性モーメントと呼ばれる物理量です。この抵抗感が大きいとタッチが重く感じられるのです。タッチウェイトマネジメントではこの慣性モーメントという物理量を自分で計測して数値化します。自ら理解してその対策を考えることが大事なのです。実際の作業ではアクション部品のそれぞれの重さと部品間の動作比率などを求めてアクションの現状をまず確認します。そしてそれらの要素を個別に適切に調整することによって弾きやすいタッチを実現するのです。弾き手の打鍵力は体格や経験によって異なるため、快適なタッチウェイト感覚は人それぞれ違います。タッチウェイトマネジメントではそれぞれの弾き手が求める最高のタッチ感を静的な重さと動的な重さを的確に組み合わせてセットアップすることで実現します。今後タッチウェイトマネジメントの具体的なやり方や理論などを順々にアップしていきたいと思います。この技術の内容をよりよく理解するため、そして実際に現場で使えるようになるために、このシリーズは大変効果的であると考えています。
来たる8月頃からアップしていく予定です。アップした際には Facebook やブログを通じてお知らせします。